キャメロン・デビッドローは、アメリカ合衆国カリフォルニア州シミバレー出身の元プロ野球選手。カリフォルニア州立大学のオスリッジ校で1999年から2002年までプレー。2002年の MLB ドラフト20巡目でテキサス・レンジャーズから指名された。2004年9月26日の対シアトル・マリノーズ戦でメジャーデビュー。 2005年は48試合に登板し、6月29日の対ロサンゼルスエンゼルスオブアナハイム戦でメジャー初勝利を挙げた。また、8試合で先発し、9勝6敗、防御率3.42という結果だった。2006年は右肘を痛めたこともありわずか15試合の登板に終わった。テキサスレンジャーズ時代2007年は6勝11敗。 防御率は5点台ながら、先発として23試合に登板した。2008年は、開幕前にロングリリーフ役として、ジョシュループや、スコット・フェルドマンらと争ったが、シーズン中はメジャーと 3A を行き来することになり14試合の、登板に終わった。2008年11月20日、ESPN は福岡ソフトバンクホークスが、ローと契約したと報じた。 契約は1年目が90万ドル、2年目が100万ドルのオプションとなり、破棄する場合には20万ドルの違約金を支払う内容となっている。11月26日にレンジャーズから放出され、11月28日にソフトバンクが獲得を正式発表した。しかし、シーズンが開幕するとあまりのクイックの下手さが目立ち盗塁されることも多かった。 5月上旬に登録抹消されそれ以降は1、軍での登板はなく、12月2日に同年限りでの対談が決まった。2009年12月18日に、ミルウォー・キー・ブルワーズとマイナー契約を結んだ。ミルウォー・キー・ブルワーズ時代2010年から2012年までは、毎年50試合以上に登板したものの、防御率は2点台、3点台、4点台と悪化の、 一図をたどり、2012年11月2日に FA となった。2013年2月12日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結んだ。プレシーズンマッチで高投を見せ、メジャー昇格を勝ち取った。しかし、4月11日に DF となった。4月14日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ。数試合リリーフで登板するも、5月10日に。 再び放出される。5月11日にアトランタブレイブスとマイナー契約を結んだ。3A で21試合投げた後、7月21日メジャー昇格を果たす。10月31日に FA となった。2014年1月13日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだが、3月22日に放出された。 4月12日にカンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結んだ。トリプル A 級オマファストームチーサーズで7試合に登板し、0勝0敗1セーブ、防御率4.09だったが、5月24日に放出された。27日にフルス・ブレーブスとマイナー契約を結んだ。6月30日に解雇された。 7月5日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。自由契約となったオフには薬物検査で陽性を示し50試合の出場停止処分を受けた。2015年6月20日に独立リーグアトランティックリーグのブリッジポートブルーフィッシュと契約。8月7日に現役引退を表明したが、この年のオフに トミニカ共和国のウィンターリーグに参加し現役復帰。2016年3月3日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだが、29日に薬物検査でキャリア2度目の陽性を示し80試合の出場停止処分を受けた。11月7日に FA となった。2017年3月28日に メキシカンリーグのキンタナロータイガースと契約を結んだ。シーズン終了後に退団した。時速140キロメートル台後半の速球と、スライダーカーブチェンジアップを投げ分ける。投げ方に特徴があり、打者を翻弄する投手であるが、クイックが非常に下手であり、投類を許す場面も多かった。レンジャーズ時代は、クラブハウスに、ペットのボアコンストリクターを持ち込んでいたことで、 知られていた。ありがとうございます。